スーパーファイトもいよいよ決勝戦です。会場からも大番狂わせを期待する空気が伝わってきます。明廷犬水流対水球炭酸犬チャランコ。対するチャランコ選手は緊張を隠すためか間の抜けた表情。いつもこの顔なんだけど。始め。さあついに始まる。わ、技が早すぎる。どうした、見えてないわけじゃないだろ。連続蹴りが全て寸止めだ。ずら飛ばしに来てたわけじゃないのか。君の目、地位や名誉なんかじゃない、もっと楽しいものを探している目だ。ついでにいい選手と試合できればなって思ってたんだ。まあ最後は僕が勝つんだけど、その過程が楽しいからね。俺は武術を体験するためにここに来たんだ。手強いって聞いたからだけど、ちょっと反撃したらすぐ試合が終わっちゃうからさ。じゃあこういうのはどうかな。俺が武術を体験させてやる。だから君も頑張って俺を楽しませてくれ。お、行くぞ。さあ、終わらせちゃったかな。今のはさすがにヒヤッとしたぜ。結構粘ってるぞ。このまま耐えてれば逆転の目が。いや、水流を見てみな。ずっと足技しか使ってない。お、カウンターを狙ったの気づかれたか。怪人と戦ってるの、まるでヒーローみたいなことしてるんだな。まあ将来はヒーローを目指すのもいいかなって。さっき A 級ヒーローたちとも試合したけど、弱すぎて話にならなかった。ヒーローなんて名前だけさ、世界は救えないと思う。立派な志、崇高な思想、むしろ退屈の元になる不純物かな。君を認めてるからこそアドバイスしてあげたんだけど。なっ、グリーンヒット。これからも一つアドバイスしてやる。レフェリーが動きます。これはまさか。チャランコ選手は失格。なんとここで試合終了。優勝は水流選手。後で本人かどうか確認しますからね。逃げよう。遊びは終わり、ここからが本番だ。なんとまだ続けています。というものだ。明帝空竜拳、連撃超連撃、止まらない。うわ、舐めるな。決まった、ヒップアタック。負けた。初めて。